よし、じゃあラストエスコート、もう2月なんだよね。3月で終わりだったと思うので駆け抜けるしかないよね。もうあとね、やることっつったらホステスの仕事をして金稼ぎながら宝くじ当てて店でボトル入れるぐらいしかやることないんですけど、なのでもうイベントを楽しんでいく感じで、もうずっとそうだけど、いきますか。ホステス、ちょっと待ってね。12休むって書いてある。12はお休みしまして、で、ホステスお休み、ホステス、まあ味覚力が足りそうでよかったよね。なんか俺不安だからさ、ちょっとどっか土曜日あたりオフにしといて、ちょっともうちょっと見継ぎに行きますか、マサトに。もうさすがに大丈夫だと思うんだけどな。やることやってるしな、だいぶ。あ、バレンタインが近いな。これ休むって書いてあるけど、なんで休むの？あ、単純に体力回復かな。祝日は休みなんだ。あ、まあ祝日は休みか。じゃあゆっくりしますね。なんかバレンタインイベントとかって確かなかったっけ？あったな、そういえば。あんこで。チョコレートと勘違いしたあんこを渡してたな。オムラの目がいかれてた時だね。明日はバレンタイン。やっぱり差をつけるなら手作りよね。ちょっと待ってね。材料もレシピもバッチリ。ちょっと待ってください。ごめんなさい。これでいいかな。あとは実際に作るだけなんだけど、成功するかしら。失敗したらどうしよう。その時はその時よね。まずはチャレンジあるのみよ。神様、仏様、キリスト様。まあ今回のこの週のオムラは味覚力もバッチリだし、料理も散々作ってきたからね。吉幸さんに喜んでもらえますように。ほぼ中華だけど。甘さ控えめにしてカロリー計算もしておいた方がいいわね。じゃあやりますか。今年も完璧なバレンタインを。これバレンタインって別に何してもいいよね。まずは道具ね。ハート型だけなんだね。材料ないんだけど。包む、干す。あれ、あんことかってないんだ。買っとけばよかったな。いや焼くというより燃えてるんだよなこれ。燃やすですけどね。これ絵的には焼くじゃなくて包む、干す。ココアスポンジの素、ココアスポンジの素を干したらどうなるの？ちょっとやってみていいですか？ココアスポンジの素を干したら何になるの？はい。あ、結構超えちゃったな。さっきの休みにちょっと、そりゃそうだわ。そりゃそうですよ。いや、ちょっと待って、やり直していいですか、これ。よし、じゃあショップへ行って、これ多分あれだよね、お菓子関係を買っておけば。あー、なるほどなるほど。ここで買っ、チョコレート作る気ないんだが、なんで和風しかない、どういうこと。なんでお前の中の選択肢は和風しかないんだよ。こしあんと桜葉を、お金余ってるんでね、もうお金余らしてもオムナの老後が安心するだけなんで、砂糖醤油はね大事でしょう。なんか麻婆豆腐とかあげた方が喜ぶんじゃないの、マサト。蒸したもち米もまあまあ1個でいっか。もう使うことないだろうからな、一応1個ずつ買っとこう。あんときなこ、もうなんかここまで露骨に和菓子しかなかったらもうボケれないよ。バレンタイン、ただただ和菓子しか選択肢がなかっただけだからな。他ないの？とりあえずレジ行くか。はい。うん。本当に？ちょっともう一回ショップ行っていいですか？お菓子、料理関係ではないよね。だってもう買うもんないもんな、料理関係。極めてるもんね、料理。服、革製品。無理だよね。この食い物じゃないもんな。どう考えてもコットン生地でも食わすか。
コットン生地シャト砂糖醤油につけて食わすか。やめよう、バカなこと言ってないで帰ろう。そして寝よう。ハート型に、あはは、うわ、あ、じゃあもうココアスポンジでどうにかするしかないんだね、バレンタインは。え、ちょっと真面目なもの作りますか。一旦真面目なもの作ってみるか。え、でももう前の週でボケてるからな、同じことやってもつまんねえしな。ちょっとココアスポンジの元で焼くしかないんだろうね、これきっとね。干すからダメなことになるんだろうな。包む、だからココアスポンジを何で包むのって話やしな。焼くか。ちょっと真面目にやってみますわ。真面目にやってもおもんなかったらやめよう、やり直そう。早いな。1、8、9、はい、完璧。これさすがに成功でしょ。頼むぞ、オーナー。お、来たか。愛に満ちたバレンタインケーキ。あー、なんか真面目。ココアスポンジだけでお前よくそのバレンタインケーキ仕上げたな。さすが錬金術師で、マサトにあげるわけだな。てかどの辺がカロリー計算してんだろうな。バチバチカロリーの塊やったけど。これバレンタインのチョコレートなんですけど受け取ってくれますか。ケーキだけどね。え、本当？嬉しいな、ありがとう。しかもこれ手作りじゃん、すごいな。チョコですけど甘さはかなり控えめにしてます。砂糖もミルクも少ないからカロリーも低めのはず。マサトさんって甘いもの食べないし迷ったんですけど、やっぱりバレンタインはチョコかなって。何作ったか忘れたんか。ケーキダメでしたか。まさか、本気で嬉しいんだよ。しかもカロリーのことまで気を使ってくれたんでしょ。ホールサイズのケーキだったからね、どんだけカロリーを気にしたとしてもカロリーの塊でしょあれ。俺甘いものが嫌いなわけじゃないの、単にカロリー制限のせいで食べられないだけなんだよ。でも安心してね、今日はこのためにちゃんと他でカロリー削ってあるから。こういうとこいいよね、マサト。わざわざ絶対チョコくれると思ったからさ、食べられなかったら悔しいでしょ。なんかもう普通にいい人。あ、ありがとうございます。今すぐちょっと味見。どれどれ。え、そんなにまずそうに見えるとか。見た目はめちゃくちゃ美味しそうだったけどね。ああ、いや違うって、くしゃみ出そうになったから我慢しただけだよ。そうですか。本当に？せっかくの手作りチョコに鼻水なんか飛ばしたくないからね。お、甘くないですか？大丈夫？お前の味覚を信じろ、レベル8やぞ。ほんと美味しいよ、ありがとね。はい、よかった。あ、終わり。ああ、まあまあまあ、よかったんじゃないですか。よかったよかった。これあんこ持ってってたらどうなってたんだろうな。あくまでもチョコって言い張んのかな、二人とも。どう見てもあんこなんですけど。じゃあ、今日何これ ?15。あ、店に行けばいいのね。今日の予定、ゴージャス。店内に入る。焼酎、シャンパン、ゴールドシャンパン、高級ワイン、スパークリングワイン、ウイスキー、ブランデー、高級ブランデー、最高級ブランデー、超高級ブランデー。使ったれ、使ったれ。嬉しいけど、ね、大丈夫？大丈夫だよ。お礼に、今日のラストソングを心を込めてお嬢様に送るよ。このゲーム終わるまでにお前一回歌えよ。頼むから。みんなが待ってるからな。実際クラブ経営ってどれぐらいお金かかるんだろうな。いくら一人とはいえ、一人が一晩に300万使ってたら経営安泰しそうなもんなんだけどね。で今日は何これ、なんで休みなの。あ、そうかそうか、普通に俺ゴージャスでマサとの好感度を稼ぎに行こうと思ってたんだ。久しぶりに何か料理あげよっか。久しぶりだからおそらくほぼ全て腐ってると思うけど。そうだな、なんか腐っても美味しそうなものってないのかな。豆腐とかさ、豆腐とかもうなんか文字通り腐ってるし文字通り腐ってるし大丈夫でしょう。腹壊すなよ。俺のためにありがとう。うん、
イベントだ。ああ、またボクシングか。そうじゃねえ、こう来たらこうに決まってんだろ。なんで難しいこと考えてやがる。まずは相手の動きを見ろ。今の AA は何だ。ああ、了解。フラッ、フラッ、体調悪いのか。よしゆき、てめえな、こんなパンチまともに食らってどうするよ。ほら、悪いおやさん、俺昨日飲みすぎたのかも。足ふらついとったしな。彼女ができたからって有頂天になりよって、まったく近頃の若いもんと来たら。いや、彼女になった覚えはないんですけどね。そういうわけじゃない。ああ、でも浮かれて飲みすぎたのか。なんだ、まったくちゃんとせんかい。恩をあだで返してどうすんだよ。いやもう全く悪いね、おやさん。反射神経が悪くなったとか。わしじゃねえ、あの子だ。真剣だめでいつもてめえを見てる。世話かけてんじゃねえか。いやちょっと重いだろうな、オムナは。本当に今度こそ勝つんだろ。もちろん勝つっすよ。まあそろそろ行かなきゃ。おやさん、明日もよろしく。お、明日はきちっと根性を入れてきやがれよ。ボケっとしてんな、このひよっこが。いや、やっぱいい人だな、桐山オーナー。肝に銘じとくっす。それじゃあ、ありがとうございました。オーナーじゃねえな、コーチだ。お疲れさ、働いてこい。おう。なんか不安だな。おやすさんが言うんだから相当だな。そういうなんか病気的なものってあんのかな。なんか反射神経が悪くなるとか脳の病気みたいな。ありえそうだよな、ボクシングとかだったら。なんかガンガン顔面とか殴られたらねえ。お、来たぞ。私の買った宝くじはなんとかって、あ、うちの妻の誕生日ですね。頼むぞ。おー、惜しいな。惜しいのか。これ全部揃った場合どうなんだ。おー、一発だ。さすがうちの奥さん、運は半端ねえからな。運の塊みたいな人だからな。さすがだぜ。じゃあおそらく最後だよな。最後の宝くじだから、そうだね。じゃあどうしようかな。なんか縁起のいい番号、縁起のいい番号、666、最後にふさわしいでしょう、これは。縁起の塊、これでよし。当選番号の発表は来月末ね。当たりますように。これで一等当てたら神だな、こいつ。一生生きていけるよ。結構使ったぞ今回。かなり使ったぞ正直言って。おー、減ったな。黒字でよかった。来月はもっと頑張って貯金するわ。それでも2000万あんのがすげえな。てか収入90万もすげえ。めちゃくちゃ働いてんなこいつ。イベントだ。マサト、ボクシングじゃないのか。あれ、これからアフターかな。そういうこと。それじゃあ代表、お先に。代表って水無月さんのことなのか。あとマサト、長期オフそろそろだっけ。もうだって今月で終わるよ。あ、そうっすね。そっちもよろしくです。もうこのゲーム終わるんだけど。はいはい、それじゃあまた来ます。はいはいで許してもらえるのいいな。いい職場ですね。お待ちしてますよ。またアフターかよ。朝帰りだ。アフターっていうか、実際は恋人を自宅にお持ち帰りなんだけど。まあ建前は大切と。もう恋人なんですね、いつの間に。よしゆきさんったら。そういえば長期オフいつからでしたっけ。よしゆきさんとか言ってるこの人。19日からだよ。試合前に練習試合もあるな。大変そう。頑張ってくださいね。もちろん。
あ、ちょっと良くなさそうだね。え、吉行さん、どうしたんですか？あ、ちょっとね、朝日まともに見ちゃってさ、眩しかっただけ。目か。え、眩しいですか？俺、夜行生物だしね。ちょっとこっち向いて。これボクシング生命終わるんじゃないか？あ、はい。あ、そろそろ勝利の女神様のプレゼントもらっておかないとね。祝福して。もうたまにさ、ボリューム調整クソ下手くそになる時あるよな、声。私でいいなら。ありがとう。唇は冷たかった。寒いのかしら。確かに気温は高くないけど、具合でも。体調が悪いのか、目がなんかやってんのか。なんか簡単にボクシングのパンチもらってるみたいな感じだったもんな。あ、3月だし一応ランキング見てきますか。マサト、もうずっと1位だな。見ついだ甲斐があるな。まあまあ600万程度で、600万程度っていうのもあれだけど、600万程度で1位取れるもんなんだな。たまには会話をね。いらっしゃーい。指名ありがとね。そういえば映画とかって好き？恋愛ものよりは娯楽ものが好き。そんなこと聞いてないでしょ映画が好きかどうか聞いてんの恋愛ものよりは娯楽ものが好き。そうなんだ。俺は見ててスカッとするやつ好きだな。娯楽映画かな、それだと。ランボーとかドキュメンタリーなんかはまったりしてる方が好きだけどね。癒されるって感じ。あ、まあドキュメンタリー好きだけどね俺。でも映画本当に集中力持たないから、俺映画館でしか映画見れないんだよな。家でなんか映画見ててもね、楽しくないんだよな。いろんなこと手つけちゃって。お、イベントだ。もうイベントを楽しみにしてる自分がいるというか、もうイベントぐらいしか楽しむもんがないんだよこのゲーム吉行さん、調子どうですか？最近あんまり具合良くなさそうに見えますけど。 BGM が不穏すぎる。え、そうかな、なんともないんだけど。そんな風に見える？いや、本人が一番わかってるでしょう。あ、その、私の気のせいかもしれませんし、ごめんなさい、気にしないでください。あ、いやいや、そういう意味じゃなくってね。ちょっと、吉行さん？ん？おぉ！あ、なんだ？大丈夫ですか？誰だよ、あんなことに椅子の山置いたの。ああ、見えてないんだ。あの、それ、部屋入ると目の前にすぐあるんです。だから、すぐ気がつくはず。え、どれぐらい見えてないの？よっぽど見えてないよ。まさかって思ってましたけど、もしかしてとも思いましたけど、目、見えてないんですね。いや、見えてないわけじゃないんだ。ただちょっと輪郭が曖昧でさ。まあそんな状態で試合出る気ですか？今日は練習試合だからまだいいですけど、本番なんて絶対無理。練習試合も止めろ。いや、出るよ。おい、桐山さん呼んできます。ちょっと待って、それ勘弁。まあそれはマサトの方が大事だからね。ボクシングなんかどうなろうがマサトの方が大事だから。やっぱりかよ、このバカ。それでどれぐらいダメになってんだ？何きっかけなんだろうな。バレてたか。この前の試合で顔面に食らったんだろ。 あれ以来だんだん見えなくなってる。やっぱそういうのあるんだ。たく、なんでんな大切なことをさっさと言わねえんだよ。親さん、俺に格闘技なんざさっさとやめろって言うでしょうが。言うまでもねえよ。こんなことで酷使しなきゃ目だってそのうち治るだろ。止めるに決まってる。だからっすよ、止められたくなかったんだ。どうしても試合に出たい。
よしゆき、どうしても自分に勝ちたいんだ。このままやめちまったら負け犬だろ。やめるなら一度勝ってから。え、一回も勝ったことないの、マサト。そう決めてた。頼む、最後の試合にするから。お願いだ、出させてくれ。おやすさん頼むよ。一度だけでいいんだ。俺に勝ち星をあげさせてくれ。お前さ、目が見えてない状態で勝つとか、そんなかっこいいことする気か。あった、待ってよ、シャレ。大目に見てやら。いいか、今度だけだぞ。大目に見るな、コーチなら止めろ。おやすさん感謝するよ。いやでもやっぱ人情に熱い人なんだな、おやすさんは。できる限りのことはしてやる。たく、どうなっても知らねえぞ。お前の人生台無しにさせたいわけじゃねえんだ。分かってんのか。え、なんかエモい。おやすさんが俺のことを本当に考えてくれてるのは俺が一番よく知ってるよ。やかましい。あとそっちの彼女にもちゃんと納得してもらえよ。それはもう責任持って。よしゆきさん、最後のチャンスなんだ。いいかな。試合を見るのが怖い。目が見えてないのに試合なんて。ごめん、でもこれだけは逃せないんだ。どうにも、私にはどうにもできないんですね。こんなエモい話を求めてやってたゲームじゃないのにな。相変わらず突然終わるな。話長い割に突然終わるんだよな。なんか怒れ、なんか怒れ、なんか怒れ、なんか怒れって。あ、イベント起こった。よかった、なんかレベル上がったな。セーター最後に見とけばよかったな。てかセーブしなくてよかったかな。もう後悔しかねえ。試合？大丈夫。あ、試合だ。なんとかするよ。絶対勝つ。分かってますけど。それより持ってきてくれた。前を出した。そんなんあったっけ？持ってきてます。試合に勝ったら開けていいんですよね。そんな話あったっけ？そういうこと。それじゃ行ってくる。あれ、俺が忘れてるだけ？気をつけて。応援してるぞ、マサト。かっこいい、かっこいいんだよ、このマサトの顔。遅い。ボクシングの試合中にそんなこと言うやつおらんやろ。遅い。衝撃のせいか、パンチくらいためにどんどん役立たずになってやがるな、このね。くっそね。え、そんなかっこいいことする気か、お前。中途半端に見え上がるから余計感覚がおかしく。感覚、そうか、目閉じた。漫画。視覚に頼るな、どうせ役立たずなんだ。そんな感覚は捨てちまえ。目がなくても音がある。かっこいい。リングがきしむ音、振り上げた足が風を切る音、パンチが頬をかすめる音、そこだ。よしゆきさん、おお、カジョブ、カジョブ。一人しか言ってないぞ。やったぜ、 KO じゃん。もっといるだろう、観客。赤コーナー、ウィン。いやー、マサトかっこいいよ。やった。そっか。もうちょっとさ、なんか SE でもなんでもいいから盛り上げようよ。うわーとか、なんか、うせえわ。よしゆきさん、よしゆきさん、しっかり、しっかりして。それで、どうなんです、あいつの目は。脳には異常ありません。骨や筋肉、内臓も異常なしです。ああ、よかったよかった。ですが視力は完全に失ってしまうかもしれません。断言はできませんが、その可能性が高いんです。なんで？
レーシックとかじゃダメなの？私どもも力は尽くします。一時的に視力を失ったとしても回復する望みはあるんです。ですから希望は捨てないでください。それでは私はこれで。ありがとうございました。ご苦労さんです。すまんな、嬢ちゃん。病院にまで付き合わせちまって。いえ、来るなって言われても絶対来ました。でも飲み物でも買ってくる。そこに座ってなさい。休んでおくんだ。コーチの声がちっちゃい。開けてもいいわよね。そんなプレゼントもらったっけ？指輪、ダイヤの指輪。愛してるってカード、それだけなのね。ヨシユキさんらしい。プロポーズ？これエンゲージリングなの？そう思っていいの？ヨシユキさん、お前付き合って3ヶ月で3ヶ月ぐらいだよね。おお、台無しだ。台無し。こんな台無しある？うん、かすってもねえし。あー、かすってるわ。まあ10万でもいいよ。もう終わるからね。当たってる。やっぱり金にはちょっと執着があるんだな、オムラは。ヨシユキさん目が見えてないけど、今日給料日だし、宝くじ当たってるかも。いやー、あーでもまあ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 頑張ったね。2000万でゴールですか。黒字でよかった。来月はもっと頑張って貯金するわ。ホストグルーをやめなさい。終わりだよねこれで。え、どうなんのこれ。さん、課長さん、気がつきましたか。意識はありますね。暗いな。俺本当に起きてる？ちゃんと起きてますよ。大丈夫です。ちょっと待っててくださいね。先生を呼んできます。大丈夫ね。どうだか。多分俺は何もかも失った。間違ってないよな。光と一緒にさ。私がいるわよ。そう。せっかく買ったのに。お前さっき給料見に行ってたやろ。手術は成功してます。なので経過次第なんです。術後回復が良好なら見えるようになるかもしれませんし、もしかしたら失明の危険もあります。ですがこれは患者の意思も大きな影響を与えるんです。ですから可能性はあるんですな。今のところ五分五分です。どちらにもなり得ます。冷たいな、なんか言い方。看護師さん、わかりました。せめて私だけでも諦めません。絶対に。ヨシユキさん、気がつきましたか。よかった。ああ、よかった。言えてない。それは私のセリフです。もう心配したんですよ。本当によかった。初勝利おめでとうございます。ああ、そっか。忘れてた。いや、ぶっ倒れて喜んでるところじゃなかったね。ヨシユキさんたら。ヨシユキさん、どうしたの？痛むんですか？いや、違うよ。君が喋っていてくれないと、君がいることがわからない。それが辛いなって。ヨシユキさん。目が見えないのはいいんだ。試合に出たことも後悔してない。勝てたことは素直に嬉しい。ただ、
つらい。これはちょっと誤算だったな。見えなくったっています。喋ってなくたって、ほら、わかるでしょ、私の手。いやでもこんな状況になったらこの人一生支えていきたいってなっちゃうよな。これが頬、これがおでこ。私が義行さんの目になるわ。見えるようになるまでずっと。だから心配なんかしないで。私はずっと義行さんの横にいる。見えないなら肌で感じて。お金なら宝くじ当てるから安心して。あ、これは指輪？試合勝ったじゃないですか。だから開けてもよかったんですよね。宝物ですこれ。気に入ってくれた？つけてるところ見れなくて残念だな。いつか見せてあげます。いつか見えるようになります。諦めなければきっと。うん、そうだね。最初何もかもなくしたと思ったんだ。でも闇の中で起き上がったら君がいた。俺が自分を変えようと思ったのは、これからもいてくれるんだろ。ちゃんと歌ってくれた。なら俺は頑張れるよ。その指輪をつけてくれてる君の姿を見るためにね。ラストソングだ。あ、終わった。で、これさすがになんかまだあるよね。なんかその後みたいな。いや、なんかそういうゲームでやったつもりじゃなかったんだけど、ちょっといい話だったな最後。あー、また老後安心エンドになっちゃうこのままじゃ。あ、義行さん、義行さんは視力回復するかな、ちゃんと。え、あるよね、確かあったよね、あの普通のエンディングの時も。エンド終わんないよね、終わんないよな。え、終わり。セーブしますけど、なんかその後どうなったの。え、ちょっとじゃあ、まあエンディングは見れたしこれでいいか。え、これで終わったろ、ちょっと寂しすぎるな。あー、セーブしました、セーブしましたです。あ、タイトルに戻った。え、終わり。え、ちょっとなんか寂しい終わり方だな。ようこそいらっしゃいませ。僕をご指名ですか。え、ギャラリーとかちょっと見させてもらいますね。マサト、マサ、あ、でもマサト見れてないの結構あるんじゃないか。え、結構ありそうだよな。光のない試合。え、なんかこれ新エンディングとかもしかしてあったりする。なんかさすがになんか味気なくない。はい、帰ってきました。2回やり直しました。2日かかりました。1回11月ぐらいでミスって、やることをまた一からやり直しになって2日かけてここまでやってきました。そして5年後やっと出たよ。出なかったらどうしようってドキドキしながら今出たので撮っております。吐きそう。ほらほら、こっちが甘いよ。スカスカ、ダメでしょ。ちょっとマサトの髪型が落ち着いてるね。28か、5年後だから。はい、やり直し。休憩しよっか。目は見えるようになったのかな、これ。あ、はい。焦ってもダメだよ、落ち着いてね。まあまあ、
あれだね、指導する側に回ったってことだね。一番の恩返しかもね、それが。頑張ります。ありがとうございました。ジュニアって声じゃないけどな。若い。いや、20は、28は。いや、28はおっさんに片足突っ込んでるぞ。おやさん、そりゃないでしょ。よく言うよ。お前のがよっぽど無理無茶無謀だったってな。おめは平気か。おかげさまで順調っすよ。あれももう5年前か。時間経つのって早いな。何回手術やったよ。言えるようにならんかったら嘘だろ。大変だったのはジョーちゃんか。手術代とかオムナが宝くじで稼いだんだろうな。だろうな。2年半前かな。久しぶりに見た顔が半泣きでしょ。いきなり泣かせたかって焦ったよ。いや、泣かせるでしょ、目が見えるようになったら。そりゃのろけかい。本当だよ。まあ嬉しさのあまりの泣き笑いだったんだけど。のろけ。あれ、そうかも。まあオムナに見初められたお前は。見える？わかる？人生安泰だからな。この女毎月宝くじ当ててくるから。なんて顔してるの。ねえ真っ赤。可愛い顔が台無しだよ。よしゆきさん。これはここよね。もう吉行さんってば始末が悪いんだから、どんどんひどくなってない？こいつこいつ金持って色気づいてやがるな。昔はもうちょっと片付け上手だったと思うのよね。もしかして私が甘やかしてるだけ？な、結構おこごとを言うような年になっちゃったんだな。残念だな。あら、私宛ての手紙？なんでそんなものが吉行さんのタンスの中にあるのかしら。でも美人だね、普通に。愛するあかりちゃんへ。最後の試合まであと20時間ほどだ。これを渡せるかどうかわからないけど、書き残しておきたいと思う。試合の結果がどうでも、多分俺の目は見えなくなるだろう。それはいい。俺が自分で選んだ道だから、それについては後悔しない。俺の気持ちも変わらない。君へのね。だけど君はどうだろう。完璧な人間なんか言いやしないけど、必要以上に欠けてしまった俺のことを君は好きでいてくれるだろうか。それともいらなくなるんだろうか。結構自分に自信がないんだな。それが心配だって言ったら君は笑うかな。実際は聞くことすらできなくて、こうして手紙を書くことになってるんだけどね。願わくば君と共にあれますように。あの時渡した指輪と一緒に。梶尾義行。義行さんたら、なんて見当外れな心配してるのよ。もうイチャイチャしてそうだもんな。てか相変わらずこの家なんだな。この部屋高いだろ。ギャッ、ギャッ。あら、おかえりなさい。全部読んじゃったわよ。はちゃー、なんつーもんを見つけてんですか。あなたは恥ずかしいんですけど。あ、いいなあ。すっかりこいつらくっつきやがってよ。早く結婚しろ。ちゃんとジャージ片付けておかない義行さんが悪いのよ。これ5年前に書いたの？ああ、まあ実は渡すに渡せなくて、でも捨てるに捨てらんなくて、思いっきり杞憂で助かったかなって。あのさ、俺自信なかったんだよね。でしょうね。自信？何の？俺でいいのかどうかって自信？目見えるようになってもさ。義行さんがいいから私はここにいるのに。
うん、そうなんだよね。その手紙見られて恥ずかしかったけど、ある意味決心ついたよ。お、ずっと一緒にいてほしいんだ。一番辛い時の俺を支えてくれた君に、ずっと結婚しよう。あら、そんないいシーン今見させていただいていいんですか？はい。あ、即答やな。もうちょっとなんか、でも場所、あらららららら、らもうちょっと場所選ぼうよ。家か、まあまあ家もありか。君がくれた光と君自身が俺の永遠の宝物だよ。そこは俺が当てるんだ、声。あ、ジエンド。あー、なるほど。これがハッピーエンドですか。あー。いや、俺ね、わかんないんですけど、他のキャラクターのことあんまりわかんないし、アキラにちょっと唾つけてたぐらいだったんで、すっかりこのプレイ時間見てもらえればわかるんですけど。もう16時間もやってるよ。あー、なんかいいね、このアイコンが変わる感じ。多分ね、前の集会がね、あのこの3月14日とかこの辺なんだよね。4時間ぐらいやってますね。普通に疲れた。めちゃくちゃヘトヘトだよ。クリアデータをセーブしますか。いいえ。はい、ということで、さっきも言ったけど、アキラにちょっとつばつけたぐらいなんで、なんとも言えないんですけど、いや、それでも俺、この加城義行さん選んでよかったって思える内容だったね。普通にいい話だったね、最後は。目が見えなくなってさ、ちょっと格闘技舐めてんのかっていうところはちょいちょいあったけど。はい、ということで、ラストエスコート終わりですね、今回で。普通に面白かったな。なんやかんや楽しめたけど、ちょっとボイスがやたらちっちゃくなる時があるのだけがちょっと残念だったな。その辺はもう直しようがないので、はい、こちらの方でどうにかしますけど、はい、ご視聴ありがとうございましたということで、まあ、他のキャラクターはさすがにやらないんで、気になった方はいるのかどうか怪しいですけど、ぜひご自身でプレイしてくれる人いるのかな。今日はわざわざプレステ2引っ張り出すか買うかしてこのゲームをやる。まあまあ、これこういうゲームと出会えるっていうのがね、実況の醍醐味ですから。まあ、こういったゲームをね、また手出していきたいと思いますんで、 D3 パブリッシャーさんのね、やばいゲームまだまだ控えてますんで、その辺も楽しみにしていただいて、今後とも乙女ゲーム、またその他諸々のゲームもぜひともご贔屓によろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。ラストエスコートでした。またね。知らせる生まれ手の太陽優しく染める。